皆さんこんにちは、フォーカスです。皆さんは日の丸を背負う侍の中に大きすぎる逆境を超えて戦うプレイヤーがいることをご存知でしょうか。その男は幼少期ドラッグに囲まれた生活を強いられ、さらには自宅を燃やされ家族をも失いました。そんな状況に置かれてもこの男は底抜けの明るさと絶え間ない努力で運命を変えてきました。彼の周りに取り付いた悲しみの愛は徐々に姿を変え、慈しみの愛へと変わっていくのでした。その男の名はアイラ・ブラウン。ということで今回はアイラ・ブラウン選手について紹介していこうと思います。それではどうぞ。渡辺が行く、比江島がゴール。1982年8月3日、本場アメリカ合衆国テキサス州コーシカーナでアイラ・ブラウン選手は生まれました。不幸にも彼が幼少期の頃から家族全員がドラッグを常用していました。アイラ選手は家に帰ると両親が高濃度コカインを決めている光景ばかり目にしていたそうです。そのためアイラ選手は普通の生活を送ることも難しく、まともなベッドで寝れた試しがなかったそうです。さらに彼の自宅には水道が通っておらず、洗濯はおろかシャワーを浴びることすらできず、学校ではダーティーブラウンといじめられることが多かったそうです。追い打ちをかけるように彼に悲惨な出来事が降りかかります。9歳の頃喧嘩に巻き込まれ、その相手がアイラ選手の家に火炎瓶を投げ入れました。アイラ選手は運よく自宅におらず無事でしたが、自宅は全焼、自分以外の家族全員を失うことになりました。その後は祖母に引き取られ生活をすることになります。この祖母との生活が彼に大きな刺激を与えたとアイラ選手本人は語っています。彼の祖母は両足がなく、生活においてかなりのハンデを背負っていました。それでも彼女はどんな逆境をも乗り越え、前向きな姿勢を曲げない強い女性でした。母親代わりとも言える祖母の支えもあり、そこからアイラ選手の人生は大きく変わっていくことになります。高校ではその圧倒的な身体能力を生かして野球とバスケットボールでスター選手として活躍します。高校卒業後の2001年、 MLB ドラフトではカンザスシティロイヤルズに8巡目235位で指名されました。当時は156キロの強肩ピッチャーで、マイナーリーグ A クラスまで昇格するほどの実力でした。しかしメジャーリーグデビューを目の前に肩を故障してしまい、野球を続けることができなくなってしまいます。普通の人であればここで諦めるという選択肢が浮かびますが、彼はもう一つ力を注いでいた競技バスケットボールで成功するため、バスケットボールを本格的に始めます。アメリカの短大に値するコミュニティカレッジのフェニックスカレッジに入学し、 NCAA ディビジョン1の大学からのスカウトを待ちます。すると彼の圧倒的ポテンシャルは評価され、複数の大学からオファーを受け、その中からディビジョン1の強豪校ゴンザガ大学に編入します。この大学は皆さんご存知の通り八村塁選手を輩出した大学です。ゴンザガ大学は強豪校ということもあり、あまりプレータイムはもらえなかったものの、垂直跳び126センチの化け物跳躍力でハイライトを量産し、大きな存在感を示しました。2008-09シーズンでは34試合に出場し、平均 2.6 得点を記録しました。大学卒業後は現在の G リーグに値する D リーグのオースティントロスにドラフト4巡目で指名されました。時は進み、2012-13シーズンでは当時の BJ リーグ富山グラウジーズと契約。この時にアイラ選手に面白い出会いがありました。富山県のある居酒屋によく出向いていたアイラ選手は、その居酒屋の店長さんであるザカリ・シャベルさんと出会うことになります。ザカリさんは元バスケットボール選手だったこともあり、すぐに意気投合しました。またザカリさんには息子がおり、その子供にシューズをプレゼントするなど家族含めて仲良くなっていきます。この出会いは一見するとどこにでもあるような話だと思います。その子供が八村塁だったということを除けばの話ですが、ザカリさんは後の NBA 選手八村選手のお父さんであり、この頃から八村選手とアイラ選手には深い関係があり、八村選手がアイラ選手と同じゴンザカ大学に行ったのは運命以外何者でもないと思います。富山に加入したアイラ選手は1年目から主力の活躍で、1試合平均 12.7 得点、 6.3 リバウンド、 0.9 ブロックを記録し、 B
プレーオフにも進出しました。さらには3人制のバスケットボールアメリカ代表にも選出されました。続く12-13シーズンでは1試合平均 16.5 得点、 9.1 リバウンド、 2.0 スティール、 1.2 ブロックを記録し、富山はチーム史上最高勝率と初のプレーオフファーストラウンド突破を成し遂げました。またこの年に初めてダンクコンテストに出場しました。上り調子のアイラ選手は13-14シーズンでは1試合平均 16.8 得点、 10.0 リバウンド、1.0 ブロックとシーズン平均ダブルダブルの活躍でチームをイースタン1位に導き、ベスト5にも選出されました。 BJ リーグでの驚異的な活躍により14-15シーズンでは当時の企業チーム日立サンロッカーズ渋谷に移籍することになります。そこでも変わらず高い身体能力と激しい運動量で大活躍を成し遂げます。またここでアイラ選手にとって大きな出会いが起こります。友人の誕生日パーティーで彩香さんという女性と出会います。出会ってすぐアイラ選手と彩香さんは意気投合し、アイラ選手はきっと彼女は私の妻になる人だと直感したそうです。その後彩香さんと無事結婚し、アイラ選手は幼少期には味わえなかった強いつながりのある安定した家庭を手に入れることができました。比較的レベルが高いと言われていた企業チームでもアイラ選手の身体能力は群を抜いており、14-15シーズンも15-16シーズンも平均13得点と6リバウンドを上回る高いスタッツを残しました。2016年には B リーグが開幕し、そのタイミングでアイラ選手は日本国籍を取得します。帰化選手となったアイラ選手は日本代表にも参加し、2017年の東アジア選手権では3位に貢献。中国ワールドカップ予選では最も苦しかった4連敗の時に日本を支え、ニック・ファジーカスの帰化により帰化選手の枠から外れてしまいますが、2018年の代表ではニック選手の足の手術により再びアイラ選手は代表に復帰。カザフスタン戦ではとんでもないハイライトダンクを決め勝利に貢献。格上イラン戦でも八村選手と息の合ったゴンザカブラザーズは強いのはもちろん見ている人を楽しませるプレーで勝利しました。その後はニック選手筆頭に様々な帰化選手が A 代表に招集されますが、2021年に行われた東京オリンピックでは新種目 3x3 の日本代表選手として選出され、彼のド派手なプレーは普段バスケを見ない方々にも大きく興味を引くプレーだったと思います。 B リーグのインサイドプレイヤーでは193センチと小柄ではありますが、39歳とは思えない超人的な身体能力と高い運動量で B リーグにおいてなくてはならない選手です。まだまだこれからも現役選手として活躍し、織茂選手を超える長いキャリアを送ってほしいと思います。これからも健康で衰えを知らないアイラ選手を見ていきたいと思います。いかがだったでしょうか。今回はアイラ・ブラウン選手について紹介しました。この動画が良かったり、アイラ・ブラウン選手が好きだったりする人は高評価、チャンネル登録お願いします。それでは I'm speaking